ははいこんにちはレクセン人講師の矢島です今回、ですね司法試験と予備試験の試験の延期の決定が決まったということで、まあ、受験生の方ね、ねかなりこう混乱をねされてるんじゃないかと思いましてで、まあ、少しでもねこうちょっと皆さんの勉強のペースをですね、まあ、保ってもらえればと思いましてで今回、ちょっとこう、ね、無料の公開講座という形で、まあ、ネットだけであの配信するものなんですけどもその6法だけでねちょっとこう民法の債権の総論の分野のところをしっかりとこう勉強できるようなねそういった講義をや、ね やりたいと思ってますので、えー、まあぜひね一つあのこの講義を聞いていただいてですね、えー、まあまたまあこうちょっとね少しこうペースを崩しちゃっている人もいると思うんですけれども、まあまたなんとかね、えー、こううまく元のペースに戻してですね、その試験までこううまくこう勉強していってもらえればというふうに思いますね。でちなみにあのこちらの今のこの動画はですね、えっ、ー、とこのちょっと画面を映させていただきますが、えー、2020年、えー、まあ令和2年の今日4月12日の日曜日。 なんですねでまだあのこの時点でその予備試験と司法試験がいつ実際実施されるのかっていうのが決まっていないんですね。えー、なんでまあ一応こう今のえ状況で私がまあ言えることというのは、まあ、とりあえずこう皆さん試験に向けてこう勉強のスケジュールをねあのこれまであのこう延期が決定される前に立てていたと思うんですけれどもまずはねそのスケジュールの通りにこう勉強してもらってでおそらくこう実際に5月のね、えー、まあ中旬から試験始まるっていうようなあ仮想、まあ、試験日ってことになりますけれどもその段階でたぶん間に合わない。 人が結構多いんじゃないかと思うんですよね、えー、なので、まあ、それはそれで、えーこうねえー、その間に合わなかったっていうことは何かいろいろ足らないところがこうあるっていうことでしょうから、まあ、その足らなかったところをです、ね、その延期された日までね5月の中旬以降延期された日のところまでやるっていうのもまあ一つの手だと思います。であとはなんかあま,あまた別の全く、ね、あの違った角度からの勉強の仕方の提示なんですけど、まあ、今までなんか上手いぐらいうまい具合に勉強のペースがまあそもそもこう、ね、保ってていなかった人っていうのは、まあ、新しくこう試験のこう決定がね試験の日が決定 したところに合わせてまたうまく、えー、こうスケジュールを一から立て直すっていうのもあ,ありなのかと思いますね。ただまあ現時点でまあのその試験ねこの動画をえ録画している段階でまたあのこの動画二三日後になんかこう YouTube の方で見られる。 みたいなんですけれども、まあその時点でもしまだあの試験のね日程が決まっていなかったら、ちょっとあの新しい日程に合わせてリスあのスケジュール立て直すということができないと思いますから、まあ、まずはねあのこう今までやろうと思っていたことをしっかりとね勉強していっていただければという,ふうに思いますね。さあじゃあそんな感じでですね、ここからじゃ講義の方に入っていきましょう。えーえー、必要なテキ,テキストはねあの六法だけで大丈夫です。で特にあの六法何でもあの構いませんのでね、各自普段自分があの皆さんの方でお使いになっている六法の方をね用意していただければと。 いいう,うに思いますねさてじゃあこれからね、えー、六法だけで学べる矢島の条文チェック講義ね民法の再建総論のところをやっていくことにしますで、えー、ね条文ですけども私これ意外とねあの私の所属している司法試験課の方条文だけがこう乗っかってる教材っていうのがあまりこうなくてですねでちょっと他の課の方に相談したら行政書士課の方にねあのうまいがになんかちょっとこう六法で条文だけが乗っかってるあの教材がありましたんで本当にこう条文だけがね乗っかってるものなんですけどちょっとこちらの方を画面に映しながら ええ私の話をまあ進めていきたいと思いますね。でまあ皆さんの方は各自自分のおお手持ちのね録法をで条文を確認していただければというふうに思います。でまあ債権総論のところねわりかしこう二千二十年のね四月一日から新しいこう改正債権法を施行されてますけどまあ意外とまだねあのそこのところ慣れてない方もまあいらっしゃるんじゃないかと思うのでまあ特にあのこの今回の講義の中ではその債権総論の中でも大事なところをねしっかりと特にその大事な条文をこうこちらの講義中にまあ指摘をしましてで講義が聞きあの終わった頃にはねまあその 再建の総論の特に大事なところの全体像がこうきちんと理解できるようにあのすることを一つ目的に、ねえー、目標にまあやっていきたいといううに思っていますので早速、条文の方を見ていきましょう。 えー、まずね。スタートは400条から行こうかと思いますね。まあ、最近あの399条から始まってますけどね。大事な条文のところで、あの画面もしね。見られる方がいたら、私の方であの上部に線引いてるあのものを映してます。で、特にこう赤丸ついてるところ、大事なんでまあ、その条文はあのこうお話ししていこうと思ってますね。で、特にあの画面見られない方も、あの私の話をね。聞いていただければ、あの大事な条文がどれなのかっていうのは、えー、よくわかると思いますのでね、ね、まあ、話をよく聞くようにしてください。さて、じゃ、まず400条ですけれども、これ特定物の引き渡しの場合の。 義務といいう見出しがついてますねで中身、ですね、まあ、これいわゆる全館注意義務という,ふうに言われているものですけども、400条、債権の目的が特定物の引き渡しであるときは債,権、えー、債務者は、ねえー、その引き渡しをするまで契約、えー、その他、ね、債権の発生源、取引所の社会通念に照らして定まる、ねえー、この全量の管理者の注意、まあ、これがいわゆる全館注意義務ですけど、全量な管理者の注意を持ってその物を保存しないといけないということになりますね。まあ、これあの 改正債権法の改正によって、まあ、その考慮要素がね、この全管注意義務ってどういう,うに判断するのって言ったら、この契約その他、債権の発生原因、よび取引所の社会通念に照らしてっていうことで、まあ、従来の,あの解釈論がね、まあ、明文化されてるもので、まあ、特にあの実質的に内容の変更はないものでありますね。まあ、全管注意義務、特定物の、ね、引き渡しに関しては、こういう全管注意義務、引き渡しの時まで全管注意義務を負うよっていうのをちょっと押さえていてください。さてで今度種類再建 というところですけれども、401条ですね。えー、401条のまず1項からいきましょう。債、え、権、ー の目的物を種類のみでね、えー、指定した場合においてね法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることができないときはね、まあ、債務者は中途の品質を有する、まあ、物を給付しなければいけないんだということになりますねまあその、まあ、法律行為の性質とか当事者の意思で大体品質が定まることはねあの品質が定まることが多いと思うんですけど、まあ、定まらないときは中途の品質をね有する物をまあ給付するということでまあ種類債権に関する規定がまあされてますねで今度、えー、401条の 項ですけれども、まあ前の債務項のにおいて債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了しね、まあ、特にこれね、ねとても大事なあの要件ですけどね債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了しまたはねえ、まあ、債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、ね、以後、その物を債権の目的とまあするんだってことで、まあ、種類債権がまあ特定する、ねえー、ための要件をまあ規定してますね。特にまあ解釈論がよくね皆ささんんもあのお勉強学習されてるんであの えーまあ、理解されているとは思うんですけどこの債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了というのはどういうことを言うのかっていうんでね、まあ、よくこう、えー、取り立て債務とかねこう持参債務とかでこう分けてね、えー、例えばこう取り立て債務、まあ、取り立て債務だったらき、ねえー、ちんとこう、まあ、準備を、ね、分離してこう準備をして通知をするんだとかね、まあ、持参債務だったら現実の提供だとか、まあ、そういう話があったっていうのをねちょっと思い出してもらえればいいかなと思いますね。ね さてで今度、ですね、えー、法定利率の404条を見てみましょう、えー、404条のまず1項ですけれども、えー、利息を生ずべき債権について、別段の一生児がないときはね、えー、その利率は、その利息が生じた最初の時点における、まあ、法定利率によるんだとで、特に2項ですね、これあのね債権法改正でこう変わったところですけど、法定利率は年3%とすると、まあ、従来民事のね、えー、この利率、法定利,利息の利率っていうのは、こうね5年5%だったんですけどね。ちょっとこう支柱金 とこう合わないということでね。最近こう低金利化がね。あの激しいですけどね。その市場の高金利と合わないということで、まあ、少しこう下げたということで、年3%ってことになってますね。でえ、440の3項もご紹介しておきます。え、前項の規定に関わらずですね。法定利率は法務省令で定めるところにより、今,今後ね。この3年を一気にしましてで1期ごとにね。ま事、あ、項の規定により今変動するものとするということでね。で、事項のところちょっと細かいんで、この授業ではあの割。 しますけど、まあ、とりあえず、再建法改正2020年の4月1日は年3%であの法定利率がスタートします、で以後、まあこの3年一期にしてね、ね実際、その市中金利の方にこう、まあうまくね、このそごが出ないようにするために、ですねこの微調整をしていきますよというような形で、今後ね、変動していくんだということでね、まあ、そういうところをちょっとこう押、ね、さえておいてもらえるといいかなと思いますね。 さてでは今度、次ですね、えー、今度ね、えー、一気に412条のところまでいきましょうか、まあ、債権の、まあ、第2節でね、6法でいうと、こう第2節で債権の効力で、まあ、債務不履行の責任等というあの見出しがあるところになってますね、412条のところを、ね、まずちょっと開けてみてください、412条のまず1項ですけれども、えー、債務の履行について確定期限。 がある時はね債務者はその期限の到来したときから自治体の責任を負うんだということになります。まあ、ちなみに条文上はこれ到来ってなってますけどね実際その例えば何か弁済期があるようなねこう債務でその弁済期の例えば末日 にまあ履行すればねそれはあの地帯責任を負ういわれはないわけですのでまあここ到来ってなってるんですけど実際にあの地帯責任を負うのはその弁済期がえそのね経過した時だだといわれてるんでまあ実際こうね論文試験なんかで答案書くときなんかはまあ経過って形でまあ書きますね。担当試験なんかだったらねもし412条1項の知識をなんか条文の例えばその知識そのまま聞かれてるんだったらこの文言で まあ大丈夫なんですけどね。まあ、論文試験で実際地帯責任を負うのは、えー、その期限がね。経過した時からっていうことになってきますね。 さてで今度二項四百十二条の二項ですけどもえ債務の履行について不確定期限があるときは債務者はその期限の到来した後にね履行の請求を受けたときまたはその期限の到来したことをまあ知った時のいずれか早いときからまあ地帯の責任を負うということになりますねちなみにこれあの初日不算入の原則がありますのでまあ午前零時からね何かこうスタートするっていうんであればまあ当然その日からになりますけど午前零時を過ぎてしまったところからねえここに書かれているような事象が起こったようなときはまあ結局翌日 からでから、ね、地帯の責任を負うと、まあ、所持地不参入の原則がありますのでね、ね、えー、翌日から地帯の責任を負うということになってきますね。それから3考ですね、債務の履行について期限を定めなかったときは、えー、債務者は履行の請求を受けた時からね、えー、地帯の、まあ、責任を負うということになりますね。まあ、期限の定めのない債務っていつでもまあ請求できるんですけどね、まあ、地帯責任はこの履行の請求を受けたとき、ただここもやっぱり所日不参入の原則がありますので、まあ、午前0時にね、この 請求したっていうんであれば、まあこの条文の通りになるんでしょうけど、まあ、実際そういうのもなかなかないでしょうからね、えー、まあ所持・訴訟によって実際には翌日からね、離婚の請求を受けた翌日から地帯責任を負うということになるというのが多いと思いますね。 さて、今度412条の2というところいきましょう、えー、これ、債権法改正でね、行不能の条文がこうあの付け加わりましたね、えー、でまず412条の2の1項ですけど、債務の履行が契約、その他債務の発生原因および取引所の社会常に照らして不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができないということで、履行不能のときにね、その債務の履行の請求ができないよ。 ということを、ねえー、ここをでまあ指摘してますね、まあ、ちなみに履行不能の時きは、ねまあとであの条文出てきますけど例えば債務不履行で損害賠償請求まあしたりとかねあと今日は債権総論だけなんで契約解除のところはまあやりませんけど、まあ、履行不能でね契約解除をすることもまあできますね。 412条の2ではとりあえず、この履行不能のの時にその債務のね履行の請求ができないということの規定がされているというものになりますさて、今度412条の2のえ第2項ですけどもえ契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時にに不能であったことは415条、これは債務不履行に基づく損害賠償請求権のまあ要件。 定めてるね要件効果を定めてるものですけど415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げないということになってますねこれ従来債権法改正の場合はまあ、契約成立時に最初からもう履行不能だと実は契約がまあ無効でねまあ、直接的なその えー、その契約から直接発生する債務の債務不履行というのはなくて、ただこうね契約締結上の過失で、新規則上のねこの義務違反で、えー、信頼利益の損害賠償請求ができるんだという解釈論があのされてたんですけど、債、え、権、ー、法改正後は、ですね、えー、そういう話はもう一切あのしなくする必要がなくなりましてね、ね、まあ、契約成立時に最初から不能、つまり原始的不能なんてよく昔、まあ、言われてましたけど、まあ、そういった契約成立時の不能、まあ、原始的不能 であったとしても、まあ、契約をしてです、ねまあ、一定のものをこう引き渡すということを約束した以上それができなかった場合は普通にあの債務不履行の問題として、ね、いわゆる直接的なその契約から生ずる債務の債務不履行の問題として、まあ、損害賠償請求の問題になってくるということになってきますね。というわけで、まあ、ここのところはあの改正によって、ね、ちょっと処理がこう簡単になったという感じだと思っておいてください。 さて今度受領地帯ですね。受領地帯はこれあの従来、解釈論でいろんな効果を導き出していたんですけど、そのいくつかあのほとんどのものが明文化されたんでここもちょっとこう受験対策上楽になったのかなっていう感じはしますね。えー、例えば413条の1項ですけども、債、え、権、ー、者が債務の履行を受けることを拒みまたは受けることができない場合ね、まあ、受領これは受領地帯と言いますけどね、債権者の受領地帯がある場合において その債務の目的が特定物の引き渡しであるときは債務者は履、ね、行、えー、の提供をしたときからその引き渡しをするまで,でこ,こですね注意義務の軽減とよく言われてますけが、えーまあ、普通、特定物の引き渡しってあのさっき400条のところで全館注意義務っていうのが出てきましたけどおこの事業地帯中にね、えー、この,、えー、この事業地帯中に例えばこのね、えー、ここのところで。 事故の財産に対するのと同一の注意ということで注意義務がまあ軽減するということになりますね。まあ、事故の財産に対するのと同一の注意を持ってその物を保存すれば足りるんだってことになってます。まあ、従来、解釈論でねやってたんですけどこれが明文化されたということですね。注意義務の軽減でですすねそれから2項ですけども 債権、えー、者が債務の履行を受けることを拒み、また受けることができないことによって、ということで、まあ、これ、要は受領地帯ということですけどね、債権者の償還地帯ですけど、まあ、それによって、えー、その履行の費用が増加したときはね、増加額は債権者の負担とするということでね、まああ、受領地帯によって生じた増加額ですね、増加費用が債権者の負担になるということも、ここに明文化されているということになります。 さてで今度次、ですね413条の2です。えー、これ、ですね事業地帯がらみのものは実はこれ、413条の2の2項のところにありまして、この1項はね、ちょっと事業地帯と直接関係ないんですよね、ちょっとこう主語に気をつけてほしいと思うんですけど、413条の2の1項は債務者がってことで、債務者が主語になってまして、2項の方は債権者がってことで、債権者が主語になってましてね、2項の方があが事業地帯に関係する条文になってます。でその前に先に413条の2を1項見ていきますと、 えー、債務者がその債務について、えー、地帯の責任を負っている間に、えー、当事者双方の責めに屈することができない自由によって、その債務の履行が不能となったときはね、えー、その履行の不能は債務者の責めに屈すべき自由によるものとみなすってことで、まあ、これ、従来の解釈論が、ね、明文化されたと、まあ、要は履行地帯中の不能を履行、履行地帯中に今、履行不能になったときにね、まあ、その不能が債務者の奇跡性、えー、奇跡性に基づかないものであっても、まあ、審議則上もそれ、債務者のせい,にせいなんだっに言えるんだってことでね。まあ えー、債務者の奇跡性が認められてたんですけども、まあ、そういった解釈論がねこの名文化されているということになりますね。まあ、ちなみにこれはあの債権者の受領地帯とは関係ない条文になってますね。で、えー、あそれで見出しがね、ねこの利行地帯中ってなってますよね、受領地帯中ではなくてね、利、え、行、ー、地帯中、で2項の方が受領地帯中になります、まあ、見出しのところでね、またはっていうふうについてますけどね、または受領地帯中の利行不のと奇跡自で。えー 413条の2の2項のところを見ていきますと債権、えー、者が債務の履行を受けることを拒みまた受けることができない場合において履行の提供があったとき以後にね、当事者双方の責めにきすることができない自由によって債務の履行が不能となったときはその履行の不能は債権者の責めにきすべき自由によるものと見なすとまあ、簡単に言えば、ね、債中まあ債権者の事務地受中にね、に まあ当事者双方の奇跡自由によらずにですね、えー、その債務が履行不能になっっちゃった時は、まあ、それは債権者のまあせいになるんだということでね債権者の責,、えー、責めにきすべき自由によるものとみなすんだってなってますねでちなみにこの、えー、413条の2の2項によって、まあ、履行不能が債権者のね再建者の責めにきすべき自由によるものとみなされた後のじ事例処理その後どうなるのかというとちょっとメモをあの下つけておいたんですけど、えー、536条の2項の履行拒絶権 とかこの543条でその介助権の制限ですねそういったところの事例処理に今つながっていきます。 まあ、例えばですけれども、536条の2項をちょっと見てみましょうか、えー、これ、ちょっと債権相論のところじゃな,ないんでね、今日ちょっとメインではあのやらないんですけれども、えーまあ、536条の2項を見てください、ちょっと、ね、離れたところにありますけどね、で2項のところですけれども、536条2項で、ここでほら、債権者の責めに期すべき自由ってありますけど、さっきの事業地帯の、ね、条文で、債権者の、その不能が、ね、債権者の責めに期すべき自由になったあということで、この条文につなげられるんですよね。というわけで 6条2項で債権者の責めにすべき自由によって債務,の履行債務を履行することができなくなったときは債権、まあ、者は反対給付の履行を拒むことができないんだということになりますね。まあ、ここで言うう債権者っていうのはまあ 買い主のことなんですけどね、まあ、例えばその売り主の方から代金支払い請求、まあ、されたときに、ね、それが、まあ、結局買い主の、飼い主のね、えー、こう事業地帯中に、まあ、不法になったときにそれで飼、ね、い主が代金支払い請求を拒,む拒めるようにするっていうのはやっぱこう公平では、まあ、ありませんので、まあ、そこで飼、ね、い主の方うが、まあ、事業地帯中に利、ね、口不能になったときに飼い主の方はこう代金支払い請求を拒めないんだっていうふうにあのなってきます。 というわけでとりあえずこのね536条のこの2項の前段ここのところをまあちょっと押さえていきましょうかあとあの同じくですね、えー、まあ近いんで一緒に見ちゃうと543条ですねこれ解除権の制限 なんですけれども、えー、債務の不履行が債権者の責めに来すべき自由によるものであるときは債権者は全2条の規定による契約解除をすることがまあできないんだということ、ね、でちなみに全2条っていうのは541条の催告による解除と542条の催告、えー、によらない解除なんですけど、まあ、債権法改正によってこう解除の条文がずいぶん整理されてあのすっきりして分かりやすくなったんですけどね催告、まあ、解除と催告によらない解除でこう基本的にはこの2つの解除。 で使い分けてていいくようなな感じに今なってますね、まあ、いずれにしろちょっと話戻すとね543条ですけど、債務不履行が債権者のせめりきすべき自由、要はねさっきの条文との話でいうと、受領事業地帯中にね、えー、こう履行不能になってしまったという時きは債権、まあ、者のせいにされちゃうわけですけど、まあ、それによってその債権者、まあ、つまり飼い主のことなんですけども、飼、まあ、い主はその介助権がね、えー、こう制限されてしまうよっていう形で、これもやっぱ公平なこう、ね、結論を出すための条文になってますね。 というわけで、またちょっと戻っていきましょう、413条,、ね、条,条の2の2項ですけど、債権者が債務の履行を受けることを加わり、また受けることができない場合において、履行の提供があったとき以後にね、当事者双方のセめリクすることができない自由によって、その債務の履行が不能となったときは、ね、その履行不能は、はい、この債権者のセめに来すべき自由によるものとみなされちゃうんですよと。で、さっっきね、言った通り、この、 履行不能が債権者のせいにされちゃうことによって、えー、さっきの五百三十六条二項でね、その代金支払い請求を拒絶できなくなってしまう。とか、五百四十三条で、えー、そのね、えー、買い主の方は契約解除ができなくなっちゃうとか、まあ、そういった。えー、形で、えー、このね、事業地帯の不利益を受けるんだっていうことにはなってきますね。で、ちなみにですね、この履行拒絶権に関しては、あの、特定物に関しては、ちょっと別の、結局、あの。効率効果としては、同じで履行拒絶権が結局。 あのこう導かれるんですけど、特定物に関してはちょっとこう、えー、条文がね売買の方の規定で五百六十七条二項のところにあるんですよね。まああの条文の効果は一緒なんですけど、特定物の のおこの受領地帯中の不能がね特定物の時は、えー、この四413条の2項ではなくて567条の2項を、まあ、使うってことでね、まあ、特定物か特定物じゃないかでちょっとこう、まあ、結局導かれる法律効果は一緒なんですけど、まあ、使う条文が違ってくるということになりますね。まあ、567条をちょっとご紹介しましょうか。まあ、これもあの契約の分野のところなんですけどね、えー、567条をちょっとご覧ください。であのメインはね今ご紹介したいのは567条2項の えー、ところなんですけれども、えー、これを読む前にね、あの2項行く前に、まず567条の1項をちょっと見ておきたいんですよ。えー、で、567条の1項を見ていくと、えー、売り主が買い主に目的物、でこれね、このカッコ書きの中が大事になります、えー、売買の目的として特定したものに限る、で、以下、この条において同じってなってますよね、だからこの下の2項もあの特定物前提になってます、まあ、2項だけ見るとね、特定物って話があの書いてないんでね。あの 2項だけ見てもちょっとわかんないんですけど1項の,この最初の角書きを見ることによってあ2項はこれ特定物を前提にしている条文だな,なんだなっていうのがわかるんですよ。 でちなみに567条1項ね、ねまずこれ2項も特定物の話をしてるんだよってことがここで読み取れるんですね、でそれからこの1項、567条の1項、いくつかの法律効果があの書かれているんですけどそのうちの一つに、ですねあのこのね1項の最後の方ですね、この場合において、飼い主は代金の支払いを拒むことができないということで、あのこのねえー、さっき、あの代金のね支払い拒絶できませんよ、あの代金のね支払い請求があったときに、それ、飼い主があの受領地帯中にね、あの この不能になっちゃった時に、飼い主の方は代金支払いを拒むことができないんです。よっていうのはさっき別の条文であの説明しましたけど、実はあのそれと同じようなあの法律効果がここにあります。で、この1項自体は別にあの受領地帯のこと。何も書かれてないんですけど、2項が受領地帯のことを書かれてるんですよ。で、その受領地帯とまあ、特定物に関するあの受領地帯のことが。 まあ2項に書かれていてでその法律効果として2項の最後のところに全、まあ、項と同様ってなってるから結局あの買い主のあの、飼い主が代金支払いを、ねえー、拒絶できないんだよっていうところを繋がってくるんですよね。なんで、まあ、結論としては 特定物か特定物じゃないかによってこの受領地帯中の不能のね、えー、条文がまあ変わってきてで特定物の場合、えー、飼い主が、えー、この代金支払い請求がねあの受けた時にそれ拒絶できないんだよってことはこっちの567条2項の方で導くことになってきますねでちょっと読んでいきますね567条2項です、えー 売り主が契約の内容に適合する目的物を持って、まあ、これは,要は特定した物前提になってますね、1コートの兼ね合いでね。というわけで、まあ、売り主があ契約の内容に適合する目的物ね、ね要は債務の方針にした方、ちゃんと弁済の提供したということで、えー、目的物を持ってその引き渡しの債務の利行を提供したにもかかわらず、でこのあと受領地帯になってますけど、飼、えー、い主がその利行を受けることを拒みまたは受けることができない場合において、その利行を の提供があった時以後ね当事者双方のセミリクスことができない事によって目的物を滅出または損傷した時も全項と同様というのは特にあの、えー、このね代金支払い請求をされた時にね飼い主は拒絶できないんだっていうところをちょっと読み取ってもらえると結局あのさっきのまた413条の2のところ戻りますけど413条の2の2項 そ,それでね、立不能の債権者のせいにされちゃうと、その後536条に項であで代金支払い請求拒絶できないんだよという条文あのある、ありましたよね、えー、要はそっちと全く同じ効果になってくるんですね。とといいうわけで結論を言います地帯中 に何かこう履行不能ね当社双方のセミに持すべき自由によらずに利、まあ、行不能になっちゃったときに結局、その不能が債権者のまあせいにまあされてしまってですねでその債権者、まあ、つまり買い主が、えー、この第一支払い請求をね売り主の方からこうされたときにその支払い請求を拒めなくなってしまうんですけどそれを特定物の場合はあのさっきの567条2項を使ってその効果を要件と効果を導きます一方、特定物以外の場合は413条の2の2項プラス536条2項。これ 組み合わせてね、それで、えー、この買い主が代金支払い請求を拒絶できないんですよっていうそういう効果を導くんだっていう,ふうにはあの思っておいてもらえればいいかなと思いますね。さて、じゃあ今度ね次の条文に行きます。えー、今度はね債務不履行に基づくね損害賠償請求権ってことで415条のねところを、えー、見てください。415条ですね。 ねまず1項です、えー。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときはね。ちなみにこの債務の本旨に従った履行をしないときっていうのの中にはこの履行不能も当然ま含まれてるんですけれどもね。まあ、一応こうね履行不能がその債務の本旨に従った履行にしないときに含まれないんじゃないかっていうその疑義が生じないようにするためにまあ一応あげてるっていうねあの言われてます。まあ、どっちにしろ債務不履行の要件はまあ、債務の本旨に従った履行をしないときなんですよね。履行不能の場合ももちろんそこにあの。 入ってますというわけでもう一回ちょっと読むとね、えー、債務者がその債務の恩師に従った利口をしないときまたは債務の履行が不能であるときは債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができるとで従来あのこのね、えー、法改正債権法改正前はあのこのまあ債務 っていうのは、ね、契約っていうのはあのもう契約した以上その約束を守るのが当たり前で,で仮にこの債務不履行について、まあ、例えば債務者に奇跡自由がないんだってことでね損害賠償請求を免れたいんだったら、まあ、自分に奇跡自由がないんだってことを、まあ、主張立証すべきだっていう、まあ、そういう解釈。 がされていたんですけどそれがまあ明文化されているような感じになってますねまあ、この正し書きのとこですね一応本文の方でまあ債務不履行で損害賠償このね債務の方針に従ったら履行しないとき、まあ、つまり債務不履行があるときは基本的にそれによって生じた損害賠償請求ができるよということをまず本文で えこう規規定定してで正ししててきのの方でまあ債務者免責をね規定してますねただし、その債務の不履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときはまあこの限りでないつまりね損害賠償請求をあの免れるということなんですけどもまあこんな感じでねまあ従来のこう主張立証責任、帰跡自由に関する主張立証責任の解釈論がねこの条文の形にまあその明文化されていると。 ということになりますね債権、まあ、者の方はとりあえずこう本文の要件、まあ、債務履行があった事実とね、えー、その損害の発生と、あとその因果関係ですね、債務履行と損害発生との間の因果関係、まあ、これを主張立証すれば、とりあえず損害賠償請求できる形にして、でそのね、えー、正し書きの方で債務者の方うが、まあ、自分に奇跡自由がないんだということを言えばね、ね、まあ、損害賠償責任を免れるんだという形になってますね。 さてで今度二項ですけれどもこれ店舗賠償の規定でこれ従来解釈論でやっていたものがですねそれを明文化されているっていうだけですねまあ従来の解釈論がただそのまま明文化されているということになりますでその中でも特に大事なものをちょっとご紹介しますとえまず二項 全項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において債、ね、権、えー、者は次に掲げるときは債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができるということで、ねまあ、普通、債務履行だと、ね、履行地帯の場合だと遅延賠償、まあ、履行が遅れたことによって生じた損害の、ね、賠償、遅延賠償。 で履行不能の時は、その履行に代わるその店舗賠償ができるって従来こうね言われてたんですけど、その店舗賠償があのできるっていうあの規定が明文化されてるんですよね、なんでこの1号なんかが典型的ですけども、このね債務の履行が不能であるときってことですね、まあ、従来、解釈論でやっていたものをねこう明文化するということでね、えーこう履行不能と、履行が不能であるときに店舗賠償ができるんだってことが、この2号の1号の方うでまあ明文化されてるっていう、そういうイメージになっております。 さてで今度ね、ね、えー、次行きましょう、416条ですね、損害賠償の範囲ってことになります。まず1項ですけども、えー、債務不履行に対する損害賠償の請求はね、まあ、415条の1項でねあのこう、要件書かれてましたけど、その要件満たしてね、まあ、損害賠償の請求が認められるんだということになった時に、その額をまあどうするかっていうと、基本的にはこの1項ですけど、そのこれによって通常生ずべき、ね、損害の賠償をさせることをその目的とまあしてるんだということになります。 でちょっと特この2項の要件を満たすとね、ねもうちょっとこう損害賠償の範囲が広がるんですけども、その2項ですね、まあ、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、ね、債、ま、権、あ、者はその賠償を請求することができるんだということになりますね。まあ、ちなみにこれ従来からの,あの判例法理 でまあ債務者がね、ねこの条文上は当事者ってなってるけど、まあ、債務者が債務不履行時にね、まあ、特別事情を予見していればそこから生じた損害をね債務者に賠償させても国税はないんだってことで、まあ、実際、この当事者がっていうのはあの債務者のことをまあ意味してでその一応、この予見すべきであった時ときといえるねその基準時は債務不履行時だっていう,うにまあねあの従来から言われてたんですけどが、まあ、その解釈論はあのこの改正後も、ね、引き継がれるというふうにまあ言われてますね。 ちなみに、1項の通常生ずべき損害の賠償をねあのこう例えば論文試験であのこうそれが肯定されるんだとてことを書くときは、わざわざ416条1項にあの触れる、まあ、必要はありません。415条の要件を、ね、あ満たすということさえ指摘してもらえればね、まあ、通常生ずべき損害は当然、うん、請求できますんで、わざわざ416条の話をする必要はないんですけど、まあ、こういった特別事情によってね、ね要は通常生じないような何かこう、ね、損害を何か賠償を、 するような時は、まあ、この、ね、2項の要件を満たさないと415条1項の要件を満たしても、ね、その損,害まで認め損害賠償まで認められませんから、まあ、その時にこの2項の話を付け加えてあげるという感じですね。 さて、じゃあ今度418条、過失葬儀、まあ、こういう条文があるよというのを確認しておくだけですけどね、まあ、これ別にあの改正前と同じですけども418条、債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関し債権者に過失があったときは、ね、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任およびその額を定めると。 いうことになってます、ねまあ、一応、この債権法の、ね、分野のところにも過失葬祭の規定、まあ、不法行為のところにもありますけどね、債、ま、権、あ、法の分野のところにも、この過失葬祭の規定があるんだっていうところをちょっと押さえておいてもらえればというふうに思います。債、ま、権、あ、法の方はねその責任と額を裁判所を必ずこう定めるということでこう、ね、なってるというところが一つポイントになってますね。さてで今度4 9条の方行きましょう419条の1項ですけども、金銭の給付を目的とする債務の不履行について、ですねその損害賠償の額なんですけども、債務者が地滞の責任を負った最初の時点における法定利率だと、とりあえずねあの大雑把な話をすれば、金銭の給付を目的とする債務不履行、まあ、つまりね金銭債務の不履行。 についての損害賠償の額っていうのは基本的には法定利率であの決まるんですよとさっき年3%って話しましたけどね、まあ、3年一期としてまあ今後変動することになりますけどとりあえず2020年の4月1日、ね、改正再建法、まあ、施行されますけど当面3年間はね3%のままになりますね。さて えー、というわけで、まあ、基本ね、ねこの金銭債務の不履行は、まあ、法定利率で決まってくると、でえー、この正し書きのとこですけど、薬、ま、状、あ、利率が法定利率を超えるときは、薬状利率になるということで、ね、まあ、こういう正し書きがあるというのもちょっと押さえていってもらえればと思いますね。まあ、ちなみに利息制限法を超えちゃうとね、ね薬状利率があの利息制限法を超えてると、そこは強行法規違反で無効になっちゃうんですけどね、まあ、あ利息制限法の限界を超えない限度で、ね、薬、ま、状、あ、利率の方が尊重されるということになります。 さてで今度縦にですけどもあ2項ですけどね、えー、全校の損害賠償については債権者は損害の証明をすることは容しないと、まあ、基本金銭債務の場合不履行があったら法定利率あるいは約定利率の額があもうね、えー、損害になるというのは当然だということがそれがまあ明文化されているような感じですね。えー、そして今度3項 ですけど第1項の損害賠償、まあ、つまり、ね、金銭債務の不履行があった場合の損害賠償請求ですけどもについて、えー、債務者は不可抗力を持って公弁とすることはできないんだとこれあの金銭債務の場合ってね、まず履行不能っていうのが、ね、ありえないって言われてるんですよ、ね、あの金銭債務例えばなんか経済状態が悪くてじゃあお金払えませんで言ったらそれは不能っていうふうに評価するんじゃなくて単にその履行の時期が遅れるってことで履行地帯だっていうふうにあの捉え られるんですよね、まあ、そういった意味で基本的には金銭債務ってあの不能っていう概念がないんですけど、まあ、そういったこととのまあ兼ね合いで、ねえー、結局この不可抗力で抗弁できないんだっていう形でまあ明文化されてるという感じですね、まあ、これ全部419条は金銭債務の不履行があった場合のその債務不履行の督促規定ということに今なってますね逆に言えばあの金銭債務以外のところについて419条を使ってあの処理を、ね、しないようにあの気をつけておいていただければというふうに思いますね さてじゃあ、今度ね、債権者大意見の方行きましょうか。ここ結構ね、あの改正されたところがあって面白いんじゃないかと思うんで、債、え、権、ー、者大意見のね、えー、ところをやっていきましょう。まあ、423条のね、ところをちょっと開けてください。まあ、条文増えてね、結構大変になっちゃったなって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、一個一個で、あのー、きちんと意味をまあ理解してしまうと、まあ、意外と分かりやすい条文でありますので、まあ、えー、あまりね、心配しないでいただければと思いますね。で、ちょっと債権者大意見、簡単に図を、えー、画面の方に移させていただきますね。まあ、別にあの画面見られない方はあの口で 聞いいてればそんなな難しい図じゃないから、ね、<laughs> あの分かるんじゃないかと思いますけど債権者代意見が問題となるときていうのはあの最低でもあの3人、ね、あのこう登場人物が出てきて債権者と債務者とあと第三債務者ですね、まあ、第三債務者っていうのはある意味債権者の立場から見たら債務者の債務者だからね、まあ、第,三第三債務者っていうイメージ。 だと思ってればもらえればいいんですけど例えば債権者が債務者に何か債権権利を持っています、えー、ところがその、ねえー、債務者の方がうまくそこを履行してくれない。 履行でできななさそうな時にね一方で債務者が第三債務者に対して何か別の権利を持っているときに、ねまあ、債権者はあの将来のねその強制執行にまあ備えて債務者が第三債務者に対して持っているこの権利をまあ代行しできるんですよね、まあ、そういうのはあの債権者代権なんていうふうに言いますね、で言葉の使い方としては債権者が債務者に対して持っている権利のことを非法全債権。 といいう,うに言いましてで、債権者がね、この代行使するその債権、まあ、つまり債務者が第三債務者に対して持っている権利、これは被害権利、被害権利ってあの条文上もあの出てますけど、ね、被、ま、害、あ、権利っていうふうにあの言うという感じですね。というわけで、この言葉ね、債権者、債務者、第三債務者っていうのが出てきますよと、そして、えー、債権者が債務者に対して非合前債権を持っていて、で代意権の対象になる権利のことを非害権利というふうに、ね、非害権利というふうに言うんですよっていうのをちょっとね、押さえておいてください。 では条文見ていきます423条、まず1項ですけど、これ、あの債権者代位権の要件を定める基本的なあの条,あの条文になります、423条1項ですねで。そこで見ていくと、債、え、権、ー、者は事故の債権を保全するため必要があるときはね、というわけで、まあここで非保全債権が存在することとか、債権保全の必要性があることとか、ここで読み取れるんですよね、事故の債権を保全するため必要があるときっていうふうに書いてあるんで、まあ、非保全債権ね、債権者代位権のこの講師の要件として、 非保全債権保全の必要性で再建保全の必要性っていうのは具体的には債務者が無視,力だ無視力であることっていうによくまあ言われますけどね、まあ、そういうのをこの、ね、条文から読み取っていくということになりますね。というわけで、もう1回ね債権者は事故の債権を保全するため必要があるときは、ね、でここで非保全債権の存,存在っていうのとね債権保全の必要性。 でその中身として債務者の無視力ですね債権保全の必要性の中身として、えー、債務者の無視力というのを読み取っていきますそして、えー、その後ねそういう要件を満たすときに、えー、債務者に属する権利でこれはあのさっきご紹介した肥大権利とい,いうものになりますが、えー、債務者に属する権利肥大権利を行使することができるということになっていますね、まあ、ただし債務者の意思に専属する権利とか差し押さえを禁じられた権利はこの限りではないと、まあ、こういうとこものに関して大交渉するべきではないんだあとまあ差し押さえが禁じられた 権利ね。まあ、こういうところは守ってあげようってことになってきますね。あとはま2項ですけどもま債、あ、権者はその債権の期限が到来しない間はまあ、被害権利を行使することができないと。ただ、あの保存行為の場合はね。できるよってことが正しいだで書かれてますね。あとは3項。 ですけど、えー、債権者はその債権が強制執行により実現することができないものであるときは、まあ非対権利を行使することがまできないということになりますね。一応あの債権非対権ってあの将来のね強制執行、要は債権者が債務者に対して持っているねあの非保全債権、それをあの将来強制執行をする。 ためにね、えー、その将来の強制執行に備えてこう行使するものでありますからそもそものこの非法全債権が強制執行で実現できないものだとね債権者代権の行使するこの、まあ、ことが正当化できないんでね、まあ、そういう意味でこういう条件がかかってますね。で今度、えー、423、えー、条の2の、えー、次の条文いきましょう代、えー、行使の範囲というふうに見出しがつ,ついてます。で中身ですけども 債権、えー、者は非大権利を行使する場合において被害権利の目的が過分であるときは事故の債権、えー、の額の限度においてのみ被、ね、害、えー、権利を行使することができるということになりますね。まあ、これも債権者が、ね、その自分の非保全債権に関して将来の強制執行に備えて、まあえー、やるのが大権の、ね、制度趣旨でありますので、ねまあ、そういうところを踏まえて事故の債権の額の限度、ねえーまあ、ただ目的ぶ、被害権利の目的が不可分のときはまあしょうがないから、ねまあ、全部。 あの代行すするしかないんですけどね、えー、例えば物のねもなんか物の引き渡し請求権とかのそういうのはな不可分なものはまあ全部その引き渡し請求するしかないんですけど、株分のものに関しては、えー、このね、えー、その債権の額の限度、標準債権の額の限度で行使できるんだってことになってます。 そして今度次の条文ですが、423条の3ですね、えーでまあ、中身ですが、債権者は被害権利を行使する場合において、被害権利が金銭の支払い、または動産の引き渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払い、または引き渡しを事故に対してすることを求めることができると、これ、従来の判例法理が、ね、あの明文化されているものになりますね、まあ、動産と金銭に関しては、債、ま、権、あ、者が直接引き渡し請求できるというのが、ね、まあ、従来の判例法理であったんですけど、それが明文化されているということになりますね。 you. で423の3項の続きですけども、この場合において、えー、相手方が債権者に対し、その支払いまたは引き渡しをしたときはね、被害権利はこれによって証明するということにもなってますね、まあ、直接引き渡し請求できるということだけ定めちゃうとね、第三債務者としてはちょっと心配になっちゃいますからね、これ、債権者に渡しちゃうと、あとで自分は債務者にも弁済しないと、ね、引き渡しとかしないといけないんじゃないかってなっと、心配になっちゃうんでね、まあ、そういう心配しなくていいですよということでね、えー、こういう条文が整備されているということになります。 そして今度次の条文です。四百二十三条の四ですけれども、相手方の抗弁ですね。債、え、権、ー、者が非対価権利を行使したときはね、相手方は債務者に対して主張することができる抗弁を持って債権者に対抗することができると。まあある意味当たり前でね、あの第三債務者。 としてはもともと債務者にこう、ね、主張できた公弁債務者から請求されたときはそれ、ね、当然、その公弁対抗できるわけなんだけどそれをまあたまたま債権者の方が代行してきたということでそれで債務者に言えた公弁が全く使えなくなっちゃったとなると、ね、第三債務者はかわいそうなことになりますので、まあ、そういうふうにならないようにするために、ねえー、そのお債,債務者に対抗できた公弁は、ね、債権者にも対抗できますよという形で、まあ、第,三者第三債務者を保護する規定になってますね。 さて、で今度次の条文ですが、423条の5ですね、えー、まあ見出しとしては、債務者の取り立て、その他処分の権限等ということになってます。これ、債権法改正で中身が変わった、実質的なその規律の変更があったところなんですけれども、債、え、権、ー、者が被害権利を行使した場合であっても、債務者は被害権利について自ら取り立て、その他処分をすることを妨げられないと。改正法 改正される前はね債権者代権行使されると債務者は自分の権利、ね、要は債務者の第三債務者に対して持っている権利、被害権利ね、ねそれの管理処分権を失って自ら請求できないといううにあの言われてたんですけどそれだとあまりにもね債務者の財産権の自由、財産権の行使の自由を制約しすぎるんだということで、まあ、そこで その制約を、ね、しなないいいよううにに法改正がされているということこりますねでちなみにこの場合においては、続きですけど、この場合においては、相手方も被害権利について債、債務者に対して、履行をすることを妨げられないんだということになってますね。まあ、第三債務者としてはね、あの同じ権利に関して、あの債権者とあの債務者の両方から請求される可能性があるわけなんだけど、その時に第三債務者が困らないようにするためにね、まあ、どっちの方にまに結論としては、履行してもね、第三債務者は義務を。 免れることになるんですけども、まあ、そういう形で、えー、規定がされてます。あとは次の423条の6のとこですけど、これ訴訟告知の条文なんですよね。債、え、権、ー、者は非対権利の行使に係る訴えを提起したときは、まあ知なくね。まあ、ちなみにこの非対権利、あの債権者代訴訟ってね、原告が債権者で被告が第三債務者なんで、あの債務者って訴訟の当事者になんないんですよね。でもそれだとね、ちょっとこう知らないうちにこう自分が不利益を。 例えば債権者がこう負けてしまってね、この被害権利が、要は債務者が第三債務者に対して持っている権利がないんだということになっちゃっても、まあ、あの判決項は115条の1・2号で、ね、債務者にも及んじゃうんですよね、あの民事訴訟法の,、ね、の115条の1・2号というのがあってね、まあ、特にあのこういう債権者大訴訟みたいな訴訟担当の場合の、ね、その非担当者に対して判決項を及ぶことをまあ想定したまあ条文なんですけど、まあ、115条の1・2号で債務者に判決項が及んでしまって、まあ、債務者も債権者が負けちゃうと。 不利益受けるんですよね、まあ、そういう形でまあ手続き教渉の機会を与え,与えるべきだということで、そこでこの訴訟告知が、ね、義務付けられているということになりますね、まあ、そんな感じで、もう1回423条の6ですけども、債、え、権、ー、者は被害権利の行使にかかる訴えを提起したときは、遅滞なくね、えー、債務者に対し訴訟告知をしないといけないんだということになっています。あと今度ね ののの中の一例を示したものになります、ねえー、まあちょっとこう図を画面の方でお見せいたしますと債権、まあ、者代権ってもともとねあの将来の強制執行に備えてあのこう、ね、将来の強制執行の準備のためにするものだから非保全債権って基本的にあの金銭債権。 じゃなければまあいけないんだですけれども、ただ実際上のまあ必要性からね、その非法前債権が金銭債権以外の場合にも債権者代権との転用あのされることが従来から認められてたんですよね。でこの条文はあの四百二十三条の七っていうのはその債権者代権のね転用がされる場合の一例を示したにまあ過ぎないものでありまして、まあ別にあのこの条文以外のものでもね従来のあの解釈論で転用が認められていたような事例についてはあの転用が従来通り認められるというようにあの思っておいてください。 423条の7ってどういうあの事例を想定しているのかというとちょっと下に図を書いておいたんですけどあの、まあ、簡単に言うと、ね、不動産の、まあ、売買がじゃあ,例えばあったと、まあ、しましょう例えば C が B に不動産を売りますでも登記を、ね、C のところ置きっぱなしにしておくんですよねでそのまま、まあ、C が B に不動産を売ってでさらに B がその不動産を、ねまあ、A に売ったとでそういったときに、まあ、B は C に対して例えばこう売買契約に基づいて登記のまあ請求 持ってるわけけなんですどそこで A がね B に対して A も B に対してね売買契約に基づいて登記の移転請求権持ってるわけなんですけどそれを非保全債権としてそれで B が C に対して持ってる例えば売買契約に基づくね登記の、まあ、請求、えー、権を大行使するみたいな感じでね まあこんな感じで別に将来の強制執行と関係なしにですね債権者が自分の権利を実現しようとするために債権者代理権が、ね、行使されるのをまあ転用というのを言うんですけどその転用の一例を、ね、ここで423条の7。 にに出してててるんだっっことになってきます一応ちょっと条文見ていきますとね、423条の7のところを見てください、えー、登記または登録をしなければ、権利の特創および変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲り渡し人が第三者に対して有する登記手続き、えー、または登録手続きをすべきことを請求する権利を行使しないときはね、その権利を行使することがまあできるんだって形で、債、ま、権、あ、者代金の転用の一例を、ね、示しているということになりますね。 さて、じゃ、今度ね、ちょっと気分を変えて、債権者取消権の方に、まあ、話をね、移していきましょう。で、債権者取消権に関しましてはね、これも、あの、結構ね、債権法の改正で条文変わったところでありますのでね、まあ、慣れないうちは、あの、大変だと思うんですけれども、慣れちゃうとね、まあ、意外と条文も分かりやすく、あの、整理されてますので、まあ、あまり心配しないでね、欲しいなと。まあ、とにかく、ま、分かんなかったら、ま、勉強をね、続けていってもらえればという風に思いますね。ちょっと、あの、画面の方にね、債権者取消権、ね。 の図をちょっととそうと思います債権、えー、者取消権が問題となるときはです、ね、まず債権者と債務者っていうのが最低、まあ、出てきまして、で今度は受益者ね、ねこれもあの出てきますねで。場合によっては、その受益者から何かこう目的物をこう譲り受けた転得者みたいなものが出てくるんですけど、一応、債権者取消権が問題となるときは、ね、この債権者、債務者、受益者、これが最小構成で、場合によっては受益者の後に転得者、あと、まあ、この図には書いてないけど、転得者の後にさらに、ね、転得者 が、どんどんこう出てくるようなこともあり、ありえるということになってきますね。で、債権者取消権っていうのはどういうものかって言うと、おま債、あ、権者が債務者に対してなんか権利を持ってますと。とで、この債権保全ねえー。まあ、要は債務者が無視力でえー。なんかそこをね。債権者が実現できないな。実現できない可能性があるような時に、その将来の強制執行に備えましてね。ま債、あ、権者代金とあのそこの趣旨はまあ一緒なんですけど、将来の？ え強制執行にまあ債権者を備えるためにですねこの債権を保全するためにですね債務者が例えば、なんか受益者にこうまあこのね自分の財産減少させるような行為、こういうのを差害行為って言いますけど、そういうことをやったときに、それをまあ取り消して、ですねで場合によってはその給付、その移出した債務者からこうね外に移出した財産の返還請求なんかをすることができるのがまあ債権者取り消し権だということになってきますね。 債権、えー、者取消し権って、ね、あの後で条文で確認しますけれどもあの一度やったやっぱその行為を、ねえー、取り消すということで非常にこうさっきの債権者代意と比べると影響力が大きいと、えー、その利害関係者に対する、ねえー、その影響が大きいということで必ずあの裁判所を請求しないといけないんですよなので必ず債権者取消し権の相手方は要はあの民事訴訟法上の用語で、ね、被告になるんだってことになるんですよね。 で、その取り消し権はまあ、この図で言うと、受益者を被告とする時と転得者を被告とする時があるということになります。ちなみに条文見ていくとあのわかるんですけど、あの受益者と転得者が一緒に被告になるってことはないんですよね。あの、このどっちかをまあ、被告にする形になってきます。あとは債務者はあの被告には一切なりませんね。条文上ね。まあ、そういうのはちょっとこう。念頭にえー。じゃ、これからちょっと条文でね。そういった話を。 確認していくことにしていきましょうでは424条のところですね424条債権者取消権のまず基本的な条文の確認をしていきますで424条のま一項ですけども債権者は債務者が債権者を害することを知ってした行為ねこれあのさっきの差外行為ですけどねその債務者がま受益者に対してね何かこう自分の財産逸失するような行為をまするわけなんですけどそこが差外行為でこれが取消権などの対象あの 誰を被告とするときでも取り消しの対象になるのはこの債務者が受益者にして対してしたねえここの法律行為、このね行為、加害行為はねえ常にこの債務者が受益者に対してした行為になってきますね。転職者を被告とするときも取り消しの対象になるのは債務者が受益者に対してした行為ということになってきますま。ここを差害行為って言いますすねさてじゃあももう1回条の1項ですけども 債権、えー、者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取り消しを、ほら、ここで裁判所に請求ってなってるんですよね、えー、ここがさっきの債権者代意権と違うところになります。債権者代意権はあの、まあ、もちろんあの裁判所請求もまあできるんですけど、別に裁判外で、ねまあ、請求しても、まあ、あのいいわけですよ、条文上、そういう制限がかか,かかってませんのでね、だけど、取り消し権の方は、こちら、裁判所に請求することが、もう最初からあの、もう規定されてるんでね、必ず裁判所の請求になってきます。 というわけでも一回ね条1項債権者は債務者が債権者を害することを知ってした行為の取り消しを裁判所に請求することができるとただしその行為によって利益を受けた者これはあの受益者なんですけども、まあ、受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかった時はこの限りではないんだってことになりますね、まあ、受益者が例えばこの差害行為ねその差害性についてこう、まあ、善意だった時にそこでこう取り消しをしてしまうとあまりにもこう受益者の取引の安全が害され ちゃうんでね、まあ、そういった意味で、えー、実態法上の要件としては、この受益者の悪意がね、えー、あるいは善意だと取り消しができないまあ、言い方変えると、受益者の悪意が、まあ、実態法上のこの差害行為取り消し権の,要件の中にも入っているんだということになります。さてで、で今度2項ですけども、全、えー、項の規定は財産権を目的としない行為については適用しないということになりますね。まあ、取り消しの対象は常にね財産権 を目的とととすするる行為ににななってくるということになりますね、まあ、財産権を目的とする行為だからこそねあの債権者を、債務者の行為によって債権者を害することができちゃうんでね将来のこの強制執行の要は引き当てになるような財産をね一出するようなことっていうのは債務者がするねその一出行為っていうのはやっぱり財産権を目的とする行為でありますので、まあ、取消権の対象っていうのは財産権を目的とする行為だっていうことをね、まあ、裏から言ってるということになりますね。 さてで3項ですけども、債、え、権、ー、者はその債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限りね、ね、えー、その請求、ね、差外行為取り消し請求をすることができると、でこの今、原因って言葉が出ましたけど、これ、要は非保全債権の発生原因になります。これれはあの従来からのの解釈論が明文化されたもの でありまして、まあ、非保全債権の発生原因。あの要は債務者がした行為がね。非保全債権の発生原因の例えば前ですね。非保全債権が発生。 する発生原因ができる前に債務者が何か行為やってもそれってあの客観的に差害性ないじゃないですか債権者がいないわけですからねだけど逆に、えー、非保全債権の発生原因がもうこう生じた後にに、ね、例えば債務者が自分の財産を逸失するようなことを受益者になんかやっちゃうとそれは債権者を客観的にやっぱり害することになるので、まあ、差害行為になりますよね、まあ、そういう従来からの解釈論があったんですけども、まあ、それが明文化されてるということになってきますね。 で今度4項ですけども、債、え、権、ー、者はその債権が強制執行により実現することができないものであるときは、差外行為取り消し請求をすることができないと、これもあの、差外行為取り消し権というのは、将来の、ね、強制執行に備えて、非保全債権がこう振り口になったときにねその、将来の強制執行の準備のためによる,よるものですので、まあ、非保全債権が、ね、強制執行できないようなものであるときは、差外行為取り消し請求ができないんだということになってますね。 さてというわけで、ね、ここまでがあの要は、差害行為取消権の一般的な要,の要件だったんですが債権法改正によって、ね、あの典型的な差害行為の取消請求権が問題となるような事例に関しまして、えー、その、ね、要件を、ね、ちょっと明文化してるんですよね特則規定としてでちょっとこの、えー、ご紹介していきますとねまず424条の2。 なんですけどこの督促規定はねどういう事案でこういう督促規定があるのかっていうのをまず押さえるってこととそういう時にどういう要件を満たすと取り消しができるのかっていうね、まあ、そういうところを押さえていくと得意になあの最初慣れないうちはね大変だと思うんだけど、まあ、だんだんそこ整理できてくるとそこがねここの分野のところが得意になると思いますね。 で424条の2の、まあ、見出し見ていきましょうか、相当対価を得てした財産の処分行為の督促なんですよね、えー、で皆さんにちょっと考えてもらいたいんですけど、あの、まあ、債務者が相当対価を得てした財産の処分行為、これを差害行為取消し権でねあの取り消そうとしたときに、まあ、取消し権の一般的な要件って、さっきご紹介した424条。 のところにあるんですけどその要件と比べて取り消ししづらくするべきなのかそれとも取り消しやすくするべきなのかさあ皆さんどっちでしょうかこれ一瞬考えてもらいたいんですよ。でこの時ねあのこの考え方の方向性なんですけど相当対価を得てした財産の処分行為、まあ、つまり例えば債務者がね何か受益者に対して不動産をじゃあ例えば売ってしまったと唯一の財産を,、ね、不動産を売ってしまったと。 いうようなことになると、それは差害行為になる余地があるんですけど、一方で相当対価をね、ちゃんとその不動産の市場価格を、受益者の方が債務者に払ってるんだってことになったときに、その場合あの差害性が実績にちょっと薄いじゃないですか。そうすると その差外行為取り消し権差外性が薄いってことはやっぱりその簡単に取り消されてしまうとまずいんだって方向に働くので取り消しづらい方向になってくるんですよですので424条の2ねこれ相当対抗を得てした財産の処分行為なんですけどここにね取り消し権の要件その後 下に書かれているんですけど424条の一般的な取り消し権の要件と比べると、なかなかその424の2の要件は充足しづらいような形になっていて、で言い方を変えると、取り消しづらい方向でね要件が整備されてるんですよね。じゃちょっと見ていきますすね条の2ですけども 債務者がその有する財産を処分,処分する行為をした場合においてね、ね、えー、受益者から相当の対価を取得しているときは、ね、債権者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、だからこの下のね1、2、3の全部の要件を満たさないと、取り消しが取、差外行為取り消し請求、ね、できない形になっているんですよね。でまず、この、ね、1号を見ていきましょう。1号そのの行為が不動産の 金銭の緩化その他のののそ他当該処分ににによよる財産の種類の変更によりね、まあ、普通債務者が持っている不動産を受益者に売ってしまったというのを例えばじゃあ想定して考えてもらえればいいかなと思うんですけどね債務者が唯一の財産、ねえー、を受益者に対して相当対価で売ってしまったと。市場 価格で売っっっててししまったとと、まあ、そういういのをちょっと想定してもらいたいたんですけどもう1回、1号、えー、その行為が不動産の金銭への換化その他の当該処分による財産の種類の変更により債務者において要は不動産から現金に変わってしまうとやっぱこう引得しやすくなりますしね人にあげやすく無償で上げやすくなりますので、まあ、そういった点で 陰無償の供与、その他、債権者を害することとなるまあ処分、いいかねこれ、陰徳等の処分というふうに言いますが、そういった陰徳等の処分をする恐れを、現に生じさせるもの、だから単に不動産を売ったっていうだけでは、差害行為として取り消しできないんですよ、だからやっぱり取り消ししづらい方向になってますよね、それはなんでかって言ったら、さっき言った通り、相当対価でね、相当対価をもらって財産処分するというのは、差害性が薄いから、一般的な取り消し権の要件よりは取り消し,しづらい。 の方向で要件が整備されているというのはこういうことなんですよねまあ実際こう売っただけで直ちに境行為になるわけではなくてねまあ、売ったことによって要は不動産を例えばこうね処分しやすい現金にね、えー、消費しやすい現金に変えたってことで、えー、そういう恐れが現にまあ生じさせる恐れ、えー、生じさせるものであって初めてねこの1号の要件を満たすとでしかもさらにねこの2号3号残りの要件も全部満たさないと、えー、取り消しできないんですよねで2号 ですけど、債務者がその行為の当時、対価として取得した金銭、その他の財産についての引匿等のね処分をする意思をまあ有していたことということになりますね。まあ、この点に関して、あのまあ、普通に債権者取消権の一般的な要件でもね、えー、この 債務者のね。悪意っていうのは当然こう。要求されるわけで、424条の1項のこのね。最初のところにありますけどね。債権者はこの債務者が債権者を害することを知っした。行為だから、まあ当然あのこの債務者にね。この悪意害っていうのがあるのがまあ、当然なんですけど、まあ、2号のところはね。424条の2号のところは実績に。それと同じような要件になってます。で、3号3号のところなんですけど、これちょっと面白い条文でして、えー、受益者が。 その行為の、まあ、当時、ね、要は債務者が受益者に対して、まあ、不動産を処分しますよね、えー、相当大価でまあこう、ねえー、処分をね売買されますけど、その行為の当時、債務者が引匿等の処分をする意思を有していたことをまあ知っていたことということで、えー、これが受益者の悪意の内容になっております。でこれが、ね、さらにちょっと… 主張立証責任という観点から考えたときに424条の一般的な差外行為取消権の要件は424条の1項の正し書きで受益者がその行為のときにおいて債権者を害することは知らなかったときはこの限りでないんだということで要はあの まず本文の要件を満たす取り消し権が行使できてただ、この正し書きの方でね受益者が害することを知らなかったときつまり受益者が善意のときはあの取り消しができないんですよっていう形で受益者の主観的な要件が正し書きの方うに、まあ 来ていたんですよだから424条の一般的な要件で債権者が取り消し権行使しようとしたら別にこの正し書きの要件を満たさなくてもね本文の要件さえちゃんと主張立証できれば取り消しできちゃうわけなんですよつまり債権者は受益者の主観的な要件に触れないでもね、まあ、取り消しが可能だったわけなんですがそれがこの督促規定の方ではこれあのだし書きの方に入ってないですよねこの,の123の全部の要件を満たさないとね424条の2の 1, 1号から3号までの全部の 要件を満たさないと債権者はその取り消し請求。まあできないわけ。なんで最初から視聴立証責任という観点考えたときに債権者取り消ししたいと思っている。債権者の方でも受益者の主観的要件をね。立証しないといけない仕組みになってるんですよね。まあ、そういう点でやっぱりこの4 24。24の2っていうのは？ 差害性がこう低い行為であるがゆえに、ね、一般的な424の取り消し権の要件と比べて取り消しづらい方向で条文がまあできているんだってことがここ見てもねわかるんじゃないかなとうう思うんですよね。というわけでまあ3号、まあ、受益者がその行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していことを知っていたことこれもね立証していかないと、主張立証していかないと取り消しができない方向になってます。さてじゃあ今度次ですね、えー400 24条の3のところですけれども、えー、こちらもね、あのこのまってやっぱり督促規定なんですけれども、これもやっぱり取り消ししづらい、差外性が低い上に、取り消しがしづらい方向で、要件がの整備。 されておりますでそこをちょっとご紹介しますと、えー、まずね424条の3ですけど、債務者がした既存の債務についての担保の供与、または債務の消滅に関する行為についてね、えー、債権者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、でここやっぱ次に掲げる要件のいずれにも、つまりこの下のあの1号、2号、これ、全部の要件を満たさないと取り消しができない方向であのこう規定されてるんですよね。だから非常に取り消しがしがづらく なってます差害性が弱いゆえにね、差害性が弱いと、ね、い,いうのはちょっと確認しておきますと、まあ、このね、424の3の位、えー、最初のところを見てください、あのー、債務者がしたこの既存の債務、ね、既存、もすでに債務を負ってるわけなんですけど、既存の債務について、要はね、債権者が複数、まあ、いるようなにまに、まあ、なんか抜けがけする債権者がいてね、えー、でその抜けがけしたその債権者に対して、例えば担保の供与をするとか、債務の消滅に関する行為ね、弁済しちゃうとか、まあ、そういった。 こととををしした場合を、まあ、ちょっと想定してるんですけど、まあ、結局、債務者が、ね、あの複数の債務、複数の債権者からこう複数の債務を売ってる時に、なんかあるあの債務を弁済したとしても、あの債務者の財産状況ってプラスマイナスであのこう算定した時にね、特にこう変わらないんですよね、その弁済の前後でね、既存の債務。 についてなんかこう債務消滅行為をしてもね担保を供与したり、債務消滅行為をしてもプラスマイナス変わらないんですよ、債務者の財産状況ね、そういった意味で、あの差害性弱いんですよね、まあそういう意味でこうね取り消しづらい方向でこういう条文がまあできてます。 特に例えば、差害性が強い行為っていうとね、ねこれ、明文化されてないから一般的な424条の要件でやることになりますけど、普通に債務者が自分の唯一の、ね、財産をその受益者に贈与してしまった、ただで上げてしまったとかね、まあ、そういう形になると、思いっきり差害性が強いですから、わざわざ督促規定を設けて、ね、取り消しづらい方向であの要件を整備する必要はないんですけど、こういう形でまあ既存の債務に対して、ね、担保の提供したりとか、債務消滅行為をする場合、今言った通りそり、プラスマイナスの、ね、財産状況、変わらないわけですから、まあ、差害性 要は低いんですよねまあゆえに一般的なその取り消し権の要件をね定めている424の要件よりはちょっとこう取り消しづらい方向でね要件厳しくしてるっていうのがそれがこの424の,のねさっきの2とこの3の特速規定になってますねでこの続きのところじゃあちょっと見ていきますと 424条の3のところですけれども、債務者がした既存の債務についての担保の供与、または債務の消滅に関する行為について、債権者と次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限りね、ね差害行為取り消し請求をすることがまあできるんだと。で1号 えー、その行為が債務者が支払い不能、でちょっと恰好書きの中飛ばしてねあの先読んでいきますと、その行為が債務者の支払い不能の時に行われたものであること、でこの支払い不能の定義が書かれてますねで書きの中戻りますが 債務者が支払い能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものにつき一般的かつ継続的に弁済することができない状態ねこういうのはあのここでいう支払い不能なんですけどこういった既存の債務についてね担保の供与とか債務消滅行為をしたようなときねそれ取り消すにあたってはまずそれが支払い不能時にされたっていうことが要件になってますでさらに2号 ですけどその行為が債務者と受益者とが通報でこれ今まで、ね、一般的な要件になかったの要件ですけど通報まで、ね、あのこの取り消ししたいと思っている債権者は視聴立証していかないと、ね、逆にと取り消しできないんです。よねというわけで債務者者とと受益者とが通貌 して他の債権者をを害するる意図を持って行,、ね、行われたものであることね、まあ、債務者と受益者それぞれに悪意があるってことを立証してもダメなんですよ、あのそれだけでは足りず、さらにこれが通報があった、つまり医師の連絡ね、えー、があったんだっていうところまで立証しないと取り消せないんでね、まあ、なかなか取り消しがしづらくなっていると逆に言えばあの見方がいればまあ災害性が低いんだってことが考慮されてね取り消ししづらくもなっているんだっていううに思っておいてください。 さて今度、えー、次の、ねえー、2項の方ですね、424条の3の第2項の方ですけれども、全、えー、項に規定する行為ね、えー、つまり、えー、既存の債務に関してね、えー、このまあ債務消,消滅行為するっていう、大ざっぱに言うとね、既存の債務に関してまあ債務消滅行為するってことなんですけれども、その全項に規定する行為が、ここです、えー、債務者の義務に属せず、またはその時期が債務者の義務に属しないものである場合はね、これ、えー 具体的には債務者の義務に属せずというのはどういうことを言うかというとあの大仏弁済のことを指すというふうによく本に書かれてますね。まあ、本来のこう弁済とはまあ違うんでね、まあそのえー、債務者の義務に属せずというのはこの大仏弁済があの例として挙げられるんだというふうに言われてます。あとはその時期が債務者の義務に属しないものである場合というのは、まあ、その弁済期になる前にね弁済しちゃうみたいなその期限前の弁済があの典型的なんですけど、まあ、そういったね本来の義務じゃないようなあるいはその期限前弁済 まあ、しちゃうような場合は、これってちょっとこう、差異性少し強いですよね。なんで、そこでね、さっきの一項、四百二十四条の三の一項より。少しだけ、あの、取り消しがしやすくなってます。ただ、それでもね、やっぱり、この財産状況プラスマイナスは、あの、必ずしも、あの、変わる。わけではないんだ、ということで、四百二十四条の一般規定よりは、あの、緩やか。になってる、あの、取り消しづらい方向で、なってると。 いうことになってますねでそこで、えー、このね、えー、期限前弁済とかね、えー、例えば大仏弁済しちゃったときに、どういう要件を満たせば取り消しができるのかというと、まあ、1号ですね、えー、その行為が債務者が支払い不能になる前、30日以内に行,行われたものであること、あの前の1号のところは、支払い不能時にね、その債務者が行為。 したっっててこことが必要になってますけど、えー、こちらあ危険前弁済とかねちょっとこう大仏弁済本来のこの、えー、弁済の内容とは違うようなことをやっちゃった時は若干、差外性がね、えー、高いんだっていうことが考慮されて取り消しが少ししやすくなっててね支払い不能時にその行為がされていたわけでなくてもねその前の30日以内に置られたものであれば、まあ、取り消しの対象になってくるんだって形になってますね。ね そして、えー、今度、えー、2号ですけど、えー、ここはね一緒です。あのさっきのね2号と、通報ですね、えー。その行為が債務者と、えー、受益者とが通報して、他の債権者を害する意図を持って行われたものであることって形になってますね。というわけで、あこんな感じの規定になっているというのちょっとね、えー、全体的に押さえておいてもらえるといいかなと思いますね。でちなみに、この下、えー、424条の4なんですけど、あの 先ほどのね2項のところあの大仏弁済の話が出てきましたけど同じ大仏弁済でも過大な大仏弁済つまり債務者が受益者に対して何かこう債務を負ってるような時にね、まあ、債務者なんか大仏弁済するときにちょっとこう受益者の方にあげた財産の額が債務者が負ってる債務の額より大きい場合ですねそういった過大な大仏弁済の場合の特則になってますで皆さんに問題ですけども過大な大仏弁済がされた時に取り消しの要件って一般的な 取り消,、ね、消しやすくするべきなんでしょうか、それとも、えー、あこの特則規定の、まあ、趣旨がちょっと質問の仕方を変えましょうか、あの課題の大,大仏弁済がされたときに、先ほどの、ね、2つ特則規定ね、ね424条の2とか424条の3の特則規定をご紹介して、あれは差害性が弱いからねあの取り消しがしづらいようになっているんだよって話しましたけど、課題の大仏弁済どうなんですか。 っていうとこれ結構、差害性強いじゃないですか、なので、まあ、ある意味ね無償で贈与したあのと、もうその課題の部分のところに関しては、無償に贈与したのとも同じになっちゃうから、差害性が強いんですよね、ちなみに普通に無償で贈与した場合は特措規定がなくて、普通にあの424条の一般的な規定があの使われることになりますので、課題な大仏弁済がされた場合の、その課題な部分のところだけね、課題じゃないところは、まあ、普通にあの弁済、債務消滅行為なんで、あのさっきの債,債務消滅行為の。 特則を使えばいいんですけれども、その課題の部分というのは、あり無償で贈与したのとまあ同じなんでね、まあ、無償の贈与が一般的な424条の規定で取り消されるのと同じように、ですねこの課題のところだけを一般的な424条の要件で取り消せればいいんじゃないかという考え方が出てくるんですよ、でそれが明文化さ,あのされてるのがね、この規定だということになるんですよね。じゃそこでちょょっと見ていきましょう 424条の4ですけども、債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価格が、その行為によって消滅した債務の額よりね、課題であるものについて、424条に規定する要件に該当するときはね、債権者は全条第1項の規定にかかわらずね、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分、これちょっとややこしいですけどね、あのこの部分部分見てるんですよ。もう一回ねこの 見ていくとね、債務者がした債務の消滅に関する行為であって、えー、受益者の受けた給付の価格がその行為によって消滅した債務の額より過大なもの、ね、要は過大な大仏弁済がされたということなんですけどその時ねこの先ほどの424条これ一般的な差害行為取消し権の,、ね、あの要件ですけど424条に規定する要件に該当するときは 債権者は前条第1項の規定に関わらずねこれ要は普通の債務消滅行為で取り消しづらい方向でねあのなってますけどその規定があるにもかかわらずその消滅した債務の額に相当する部分以外の部分つまりねこれ過大な部分ってことなんですよね過大な部分のところだけは、えー、この簡単に言うと424条の要件満たさないとあの満たせば簡単に取り消せるよってことになってきます逆に言うとと課題じゃないところね要は 債務の額に相当するところは督促規定が適用されて要は取り消しづらくなっているんだってことをここで読み取っていくんですね。というわけでねあの従来の債権法改正される前はこんなにややこしい処理をしなくてもよかったんですけども過大な大仏弁済された時ね今後改正法を適用してその取り消し権ができるかどうかということをね検討するにあたってはその消滅した債務のその債務者がね受益者に対して負っていた債務の相当額のその部分のところは まあ、あの先ほどの督促規定、差害性がまああの低いんだということで、ね、取り消しづらい方向で要件が整備されている督促規定を使ってあの取り消すことになりまして、でその課題な部分のところ、ね、そこある意味、贈与したのとまあ実績に同じでものすごく差害性が強いことでありますので、ね、まあ、そういう点でもともと贈与みたいなもの、督促規定がなくて、ね、普通に424条の一般規定であの取り消すことになっていくるんですけど、ね、督促規定と比べると、このちょっと。 取り消しやすい方向でなってますけれども、まあ、その課題な大仏弁護がされた時の課題の部分というところはね普通にもう無償の贈与があったのと同じような感じで考えましてそこでその424条の一般的な規定の要件を満たせば、まあ、取り消しが、ね、比較的簡単に督促規定と比べると比較的簡単に取り消せるというそういう状況に今なっているという感じですね。というわけでここのところを押さえておいていただければというふうに思います。 さてで、今度次ですね、えー、この次、えー、424条の5、えーで、この授業、ちょっとここでね、えー、ちょっとこう1回切りたい、えー、このところでまあちょっと終わりにしようと思うんですけども、えー、424条の5のところですけども、債、え、権、ー、者は、えー、こちらね、転得者に対する差外行為取り消し請求の,あの要件。 を規定している条文なんですけれども、あの、まあ、先に改正法前の話をね、一言言っておくと。債権法、あの、かい、あの、債権法が改正される前は。受益者を相手にする、あの、取消請求でも。転得者をね、被告とする、相手にする、取消請求でも。まあ、要件、あの、そんなに変わらなかったんですよね。まあ、受益者、または転得者の悪意だって形になってたんですけど。改正後はね、ここの転得者に対する取消権の要件が。 あのずいぶん変わりましたで価値判断を先に、ね、あの理解しておくとすごくこの条文読みやすくなるので価値判断をちょっと皆さんに作ってもらいたいんでねちょっと説明しますと例えばですね、えー、今までは、ね、その悪意の受益者または悪意の転得者が、まあ、被告になるっていう形になっていたんですけれども、まあ、そこのところは、ね、あの改正法前も、えー、変わりませんただ改正後にちょっと変わったところっていうのは例えばですね転得者が悪意で 受益者がまあ善意の場合にですね例えばまあそれでもね取り消し権の要件を満たすと転得者財産をあの元に戻さないと債務者のところにね受益者からもらった財産を戻さないとまあいけないわけなんですけどそうなってくるとね何らかの形で転得者が受益者に対して何か責任追及をする可能性というのが出てきちゃうんですよで、そうすると善意の受益者が結局取引の安全害されるということになるんですけどそこは妥当ではないだろうということね、えー、というわけで改正法はそういう間に善意の人が入っているときに この人が後で取引の安全を害されないようにするためにですね常にですねその取消し権の要件として自分も含めてその被告になる人も含めて手前の人が全員悪意だってことを要求するようになったんですよねそこがあの大きくあの変わったところになります今まではね、えー、その 別に受益者が善意の場合でも取消権の行使、転得者が悪意であれば転得者を被告にね取消権の行使ができたんですけれども改正法はねその間に善意の人が入ってきたときにあとで,すね後でこのその後のの悪意の人が財産を債務者に返還すると何らかの形で善意の人が責任追及されちゃうからそれじゃまずいんだということで結局、被告になる取消権のね取消請求訴訟のその被告になる人の手前その人も含めて手前の人全員の悪意を要求するようになったとっいうのが特徴的なあのその要件の変更のところなす なってきます、ね、じゃあ最後ここのところをご紹介してちょっとねこの講義を終わりにしたいと思いますでは424条の5のところを見てください、えー、転得者に対する差害行為取り消し請求って見出しがついてますねで中身ですけれども、えー、まず1項ですね者、えー、者は受益者に対して えー、差害行為取消請求をするることができる場合つまりねこの中にも受益者のまず悪意要は手前の人の悪意っていうのがもうこう入ってるんですよね。転得者をねこれ被告にする時の,あの条文なんですけどももうその前提としてね受益者に取り消し請求できる場合ってなってるから受益者の悪意が入ってること前提になってます。 でその後ね、と、え、ね、ー、まあ、場合において、受益者に移転した財産を転得したものがあるときは、次の覚悟に掲げる区分に応じ、それぞれ当該覚号に定める場合に限り、転得者に対しても、差、え、害、ー、行為取消請求をすることができると、でこのあと1号、2号なんだけど、要は簡単に言うとね、手前の人が全員悪意じゃなければ取り消しできないよって、そういう規定になってるということをあの理解してもらえればいいと思いますね。例えば1号ですけどこれはね転得者があの1人 受益者の後に1人転得者が出てくるあのケース、それを想定してるんですけれども、1号、えー、その転得者が受益者から転得したものである場合、この場合はね、その転得者が転得の当時、えー、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときですね、まあ、この場合、転得者被告に取り消し請求がまあできるんだと。もともと受益者の、ね、悪意は、424条の5の,この、ね、最初の柱書きのところに入ってますから、この1号、ここで、ね、転得者の悪意が入ることによって、結局、 法改正後はね、ね転得者を被告とするときはです、ね、転得者の悪意も含めて、その手前の人の悪意、まあ、受益者の悪意、あとそもそもね債務者の悪意っていうのは、424条の1項のところで、債権者は債務者が、債権者を害することした行為を、ねえー、の取り消しを裁判所に請求できるって書いてあるから、もともと受益者に対して取り消し請求するとき、債務者の悪意があの入ってるんですけど、まあ、転得者悪意にすると結局ね、結論から言うと、その本人も含めてね、ね転得者も含めて、手前の人が全員悪意。 じゃないと転得者を被告にね取り消し請求できないんだって形になってますねで今度また条文戻りまして424条の5の今度2号ですけどこれは転得者の先にまたさらにあの転得者がこうどんどん出てきた場合 の話なんですよこれも結局その被告になる最終的な転得者を含めて手前の人が全員悪意じゃなければいけないんだという規定になっていますそこで2号ですがその転得者が他の転得者から転得したものである場合ねだから要は転得者の後との転得者っていう話ですけどそういう時じゃどういう要件を目指せば取り消しができるのかっていうとその転得者およびその前にほらこのね前に転得したすべての転得者がそれぞれの転得の当時債務者がした行為 が、債権者を害することを知っていた時ね。その時初めてあの取消請求できるってことになってるんですよね。さっき言った通り、あの受益者のあの悪意はもともと424条の5のこの走書きのところにありますよね債権、えー、者は受益者に対して差害行為、取消請求をすることができる場合ってなってるんだけど、それはあの受益者のね。悪意の時に取消しが。 でできるわけなんでね、まあ、そういう面でここにも悪意が入ってますよね。という形でこの手前の人が全員悪意じゃないとねこの法改正後は取り消しができないような状態になってるんだという形になってきます。というわけで結構この辺のところですね。あの法改正によって規律が まあ変更されているところなんですけども、まあ、この授業で聞いたことを後であので皆さんあの私がご紹介した条文ね自分の六方のところをの <laughs> 後で読み直してもらってでここであの私がお話したようなことを思い出してもらえればですね、まあ、そこのところはまあ心配ないんだなという形で思ってもらえればというふうに思いますね。じゃあというわけでね今回あのちょっとこう試験がまあ延期されたということで、ね、ちょっと皆さんの勉強のペースを保ってもらいたいということで、まあ、ちょっとこうねあの気合入れを <laughs> してもらいたいということで今回この講義をあのさせていただきました。まあ、ぜひねあのこのの後ちょっとこの 動画撮ってる現時点では次の,あの,このね延期された後との試験いつになるかまあ分からないんですけれどもまあえこれ、ねもう結局もう決まってしまったことは仕方がありませんのでこれを1つのまあチャンスだと思ってねまあもちろんこう生活のリズムが崩されてしまってねあと生活設計とかねいいろろ収入の問題とかいろいろあると。 まあ思うんですけれどもね、まあ結局もう決まってしまったことにはしょうあのもう仕方がありませんのでね、まあぜひあの前向きにですね、このスケジュールを改めてこうね考えてもらって、でとにかくも新しい試験、その新しい日程が決まったら、まあそこに向けてもうこれ以上できないっていうぐらいね全力であの全力傾けてもらって、で今年ね今年度にその勝負をですね決めていっていただければというふうにまあ思いますね。まあそんな感じでぜひですね落ち込まずにペースを崩さずですね勉強の方を頑張っていただければというふうに思います。じゃあ今回すいません。 あの今回ね、えーまあ、条文だけでちょっと簡単な講義をさせていただきましたけどね、えー、ご清聴どうもありがとうございました試験の方ね頑張ってください。